さあ、かかってこい！
足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。争いの後だ。ここで何が。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。何者かが押し入ったか。殺せ。どこに行った。見失うぞ。政子殿はどこだ。抑えぬか。この者ども、猛虎ではないが野党でもない。正体を調べるか。手がかりはない。
窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた地、蹄の跡、逃げた者がいたのか、追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。騎兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。
よし、それ。